ました。四日市ローカルミュージックプログラムケイオス TV です。こんばんは。はい、ナビゲーターの中川翔司です。はい、ケイオスハギです。そうです、今日はちゃんとここ大須に遊びに来ております。今日は何をしに来たかと。今日はですね、はい、アウトレージの丹下さん家に遊びに来ます。そうです、丹下さんのお家に突撃したいと思います。それでは行ってみましょう。撮影するということで、おつまみを作ってみようかと思います。昨日のね、昼から仕込んでおいたチキンをオーブンで焼いてみようかなと思います。いろんなものね、ちょっとねカレーを作ったりするのにこうスパイスを持ってるんで、まあ、ローズマリーとかマスタードシードとか、あとはコリアンダー、まあこういうのを持ってるんで、あとは適当に醤油を入れたりアップルジュースも入れたかな、なんかいろんなものを入れて一晩漬けておきました。なんでもこれはもう焼くだけ。これはね、大須のねポッソブラジルっていうねブラジル料理屋さんの鶏をねオマージュ、全然違うっちゃ全然違うんだけど、それをね丹下深夜バージョンでやろうかなと。でもう一品、これはね昨日のね、夜から一晩、豆を水に戻して、何ちゅう名前の豆かはよく分かりませんが、これも料理と呼べないけどね、ただねベーコンを切ってこの豆と塩と一緒にね圧力鍋で煮るというね、そんだけの料理です。もうこんなのこう適当に切るだけ。慣れてらっしゃる。出来はいいですね。料理はね得意じゃないけど好きは好き、レシピとかあんまり見ずに適当に作って、でどうなるかっていうのが好きなの。いや、手際がすごいですね。本格的に。で、これはもうただ塩とね、煮るだけ。誰でも作る。まあ、結局ベーコンから出汁が出るということですね。自分が料理するときはこういう調味料塩とかでも、もう何も測ったことない。もう直感ですね。で、これを火にかければ、お、蓋が、お。蓋ができない。なぜ。よし。はい、じゃあ鶏も焼いてみましょう。250度らしいです。で30分ぐらい焼くらしいですが、とりあえずちょっと余熱をあれしなきゃいけないんで、この間も1回作ったんだけどね、なかなかうまく作れた。さてこれを入れます。250度、30分、スタート。あとは待つだけです。豆が煮えるのと鶏が焼き上がるのを待つだけです。30分ぐらいかな。ケアス TV、 改めましてアウトレージ丹下さんでございます。はい、よろしくお願いします。今日は丹下さんとトークという感じで、トークセッション、対談ですね。はい、丹下さんと丹下さんの出会いってどんななんですか。覚えてないな。僕何のお友達で、まあ、ハギ君のお兄さんとはもう いつもつるんでて、ライブハウスで一緒にライブ見たりとかお酒飲んだりとか。はいはい、うん、でもその時に弟さんがいるということは聞いてなかった気がするな。そうですね、だから一方的に俺が知ってたっていう。いつもこの名古屋にガイタレのコンサート見に行くと、外にアウトレージ軍団と呼ばれる人たちがいるんですよ。常に。なるほどなるほど。だからもう多分みんな知ってるんです。あのパッチジージャンの人たちが多分アウトレージの人たちだった。何年ぐらいですか。それだから俺が高2とか。ってことは何年前。ですね、16とかなんで、今52でしょ。結構じゃあその古いお知り合いというか。でもまあそこからちょっと時間空いて自分がバンドやるようになって、その時はまだアウトレイジと一緒にやらせてもらったことはないんですけど、当時もうメジャーだったんで。でも俺がハギ君をハギ君として認識してるのは何年前かな。20年ぐらい前ですよね。だ20年ぐらい前だと思う。ケイオスできる前。いや、ケイオスできてから。できて、でアウトレージとして来ていただいて。ケイオスって何年経つの。24年です。はい、20年ぐらい。やっぱり20年ぐらい。そう、だからそれぐらいですよね。
ったんで、うん、初めてアウトレイジは韓国に行くって話になった時に連れてくださいっつって、その時にちょうどなんかあの僕がやってるマニペレットスレイブスっていうバンドがなんとか韓国でライブやってて、でなんとなくこうその韓国とのつながりもできてきてて、その時にちょうどアウトレイジが初めて韓国でライブやるって話になったんで、それまではもう全然縁はなかった感じなんですね。ちょっと遠かった、まあ、それをきっかけに仲良くなったんですよね。あの顔見知りから友達になったっていう、うん、っていうこと。それの次に台湾があったんですよ。それもちょっと連れてくださいっつって一緒に行って、でその時はもうタンちゃんと朝までがっつり飲んで、タンちゃんって呼んでるイメージはもうありますね。もう そこからもうちょっともう兄貴って感じで、あまあとはいっても俺は弟のようには思ってないそうなんですか、うん、まあ飲み友達ですね飲み友達。フレディって、うん、あのソニックっていうバンドのフェスのオーガナイザーね、うん、フェスを仕切ってたのがソニックっていうバンドで、台湾で超有名なバンドなんですけど、で会いたいって話をしてて会わせてくれるって話になったんですね。そうそうそう、でどっかの、まあ、バーっていうかクラブまで行けば、はい、もしかしたら会えるかもしれないって言って、じゃあ行こうかっつって2人で行ったんですね。したら結局怖かったですね。そう、パパラッチみたいなのがいっぱいいて来れないみたいな。そうそうそう、で行ったらなんか水着のお姉さんがいっぱいいて、でなんかもう水鉄砲落ちまくってるんですよ。楽しいじゃないですかでそれを眺めながら来ねえな来ねえなって飲んでたんですね、うん、で店員さんにいつ来るんだいつ来るんだって分かんないとかってなってて、最終的に酔っ払って一緒に水鉄砲って水着のお姉さんアジアにちょうど同じ時期に行きたくなる症候群でありまして、はい、旅行ですか。旅行で旅行です。旅です。はい、さんも結構旅好きってことですか。俺好きだね。もう最近全然意味聞いてないけど、まあ、でも一人でブラーッとするのが好きだね。当時そのタイとかベトナムとかあとアンコールワットのあたりとか結構一人でプラ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 してて、その時読んでたなんか食の草道でしたっけ、うん、なんか漫画があって、漫画それにタイの駅の前でお姉さんがソムタムを売ってるっていう話が載ってて、でこんな話ありますよ、ソムタム姉さんちょっとタイさん行ってきてください、うん、行ったあ一緒に行ったんじゃなくて、うん、そうそうなんからって情報を聞いて、そういうソムタムを売ってるお姉さんがいて、今は違うのかもしれないけどちょっと出稼ぎっぽい感覚で来てて、そうですね、うん、多分ね元々はね、で結局ね駅裏だったのかな、それっぽい人がいてここで飲めるって言ったら飲めるみたいな、うん、でも英語もほとんど喋れないお姉さんで、エロい格好ではないけどちょっと足出してるぐらいの感覚で、ホステスみたいな感覚なのかな。え、そういったら地べたですよ。地べたにモザイクいてで真っ暗でなんか一個だけ明かりあったかな、で車がビン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 通ってるとこにゴザが引いてあって、多分ウイスキーを飲むんだろうね、はい、注文するの、はい、ビールって言ったら、はい、ビールをどっかに買いに行って、はい、そのお姉さんがで持ってきてくれて、でつまみもなんかちょっと用意してあって、これみたいな、
で結局向こうも英語喋れないし、俺はタイの言葉喋れないから、もう会話も全然なしで、もう10分ぐらいいたらもう続かなくなって、続かないよね。でもうあのお金払って帰りますみたいな。そのお姉さんは何人かいるんですか？一人しかいないんですか？個人商店が何個かあるんですか？そうだから人によっちゃ行きつけのお姉さんみたいなのもあるのかもね。うん、どういう感覚でやってるのかいまいち分かんなかったけど、はい、エロいようでエロくないよね。自分が行った時にも探したんだけどいなかった。駅裏、確か駅裏も行ったんだけどな。駅裏っていうキーワードですね。あのね、海外旅行はね、駅裏の方がね、はい、絶対面白い、うん、そうなんですね。日本でもそうなんだ。そうですね、うん、名古屋駅でも駅の前より駅裏の方が絶対面白い地域だし、うん、はい、まあ、確かにちょっとゴミゴミしてる感じ、ね、そうそうそう、そうですね。多分、ね、どこの国でもね、駅裏の方がちょっといかがわしくて。ケイオス TV。ハイ君あれだね、タイで電車が通るところ。そう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 。あのですね、折りたたみ市場っていう電車があるんですけど、この両端にあの商店がずらーって並んでて、でこう電車がいない時はパタパタパタってこう屋根が出て商品バーって並んでる線路の上にめっちゃ置いてあるんだけど。テレビで見たことあります。そう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 。ありますあります。はいはい。そこにね行ったんですよ、一人で。はい、一人で。2時間ぐらいかけて。まあ今はね、インターネットで大体分かっちゃうから、場所も分かっちゃうしね。そんなにあの大変なことはないな。結構アジア行きましたよね、ラオスとか。ラオスも行ったし、はい、どこ行ったかな忘れちゃったな。もういろんなとこミャンマーも行ったし、まあまあフィリピン行ったりとか、あとはもう忘れちゃった。それもう全然バンドとか関係なしで、もう本当にあの趣味で一人で行って。俺はね、はい、やっぱりね、あの基本宿も何にもなしで行くのが好き。または初日だけインターネットで調べて、はい、でも2日目はもう自分で移動、自力で移動して、うん、宿探して面白そうな場所を探す、はい、観光はね、ほとんど興味ないな、うん、スモーキーマウンテンとか行ったんですよ。カンボジアか、ゴミの中で暮らしてる人たちの地域があって、でそこ行って、でもそこもね、まあ、結局ボスみたいのがいて、でボスに頼み込んで、でお金払ってじゃなくて入れないんだけど、まあ、入れないこともないけど、そうするとスムーズ、1000円ぐらい、まあ、10ドルぐらい払うと、もう喜んでどこでも連れてってくれるよね。何でしたっけ、なんとかジャーニー、クレイジージャーニーみたいですね。でお金払ってそうする案内してくれて、中に学校があったりするのね。あ、そうなんですか。無料の学校、多分誰かがボランティアでやってるような学校が、学校って言っても窓もないようなとこでやってて、お手振るとみんなわーって手振ってくれるような。こんだけ海外お二人よく行かれて、アジアが多いんですか。アジアの方が面白いよね。俺はアジア以外も行ってるけど、アジアが面白いかな、やっぱ基本一人で行かれてる。その時はね、その時はちょっと結構ハマって情報交換をさせてもらったりとか。僕は全然そういうの行かない、まだ行ってないんであれなんですけど、危険なこととかってあったりとかしないの、怖くないのかなってちょっと思ったりするんですけど。どこまで危険かどうか知らんけど、殺してるぞとか言われたことある、普通に。あのね、俺人間観察好きで駅で、ね、酒飲むとかめちゃめちゃ好きなんだ。駅で缶ビール飲んだりとか、あとはまあ駅の中でビール売ってるようなとことかあったりして、そこで飲んですと、駅で酒飲んでるやつって大抵ろくでもないんだ。大抵でそこに集まってくる人も大抵ろくでもなくて、そうそう、お腹空いたみたいな、あ、いっぱい来る、来ますよね。薬か女か。そう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 。で女をその斡旋しに来る男の子とかいて、もううるせえうるせえとか言うと、お前な、明日な、注意しろよ、お前の後ろからな、誰か刺しに来るぞとか、そういうのとか言われたことある。そんな出てこないと思うけど、はい、捨て台詞的な何かだと思うけど、はいはい、チキンが焼き上がったっぽいんで出してみましょうかね。はい、
Chaos.